始まった。じゃあ、ぜひだけオープニングステージやって。どうもです。すぐ見られないわ、その勢いじゃ。今見して。お前、おかしゅうむな。どうも、僕たち動画収益だけ日本一を目指す流星と、イエーイ。What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. 途中に帰ってきました。おはようございます。無事生きてたね。よかったね。なんかここにお金が置いてありました。316円だから、今日いくらだっけ、使える額330だよね、確か306円。ちょっと JK に警棒に呼び出されました。キュンキュンキュンです。マジ JK っぽいね。ちょっと呼び出される感じ。え、動画撮ってもいい？入った方がいいよ、これ。この流れだと、うん、入った方がいいと思う、そのまま。嬉しいね。へぇ、これ何、スピーカー？スピーカー何、なんかそれマカロニ鉛筆じゃないの？それもある、それもある。ハーティック、ああ、え、今日、ああ、練習終わったの？ただいま、ただいま。くれた、ポテトね。ありがとうございます。ポテト今日も許してもいいですか？はい、どうぞ。ありがとう。ありがとう、本当に許していただきました。そうです。今日疲れ額が、はい、367円だったんですよ。それちょっとフェリー代に残しておきます。残しておきます。はい、どうも。ヤニ川通り、これヤニ川通りにちょっとバイトを探しに来ました。ハブ取りに3日間行ったんですけど捕まえられなかったんで、ちょっと現地でこう実際にお店に訪問して、現地でできるバイト探してますみたいな、お皿洗いとかなんかできますかみたいな感じで、ちょっとバイトを探したいと思います。フェリー代が1人8000円かかるんで、結構厳しい状況なんで、直談判と行きたいと思います。行きますか。行きましょう。OK、 行きましょう。だった。現地でできるバイトはないって。やっぱここら辺探しても多分厳しいと思うみたいな、うん、感じで。まあでもちょっともうちょっと探してみようか。笑っとくよ、リセ。リセ笑っとく。いや、ちょっと今ちょっとなんかちょっと笑おうぜ、笑おうぜ。行こうよ、行こうよ。ちょっと、あ、そうなんですね。1点聞きたいことがあって、はい、今自分日本一周をしていて、現地でできる単発のバイト、日雇いとかのバイトあるかなと思って、ちょっと自分たち沖縄に日本一周で行きたくて、フェリーでしか行けないじゃないですか。フェリー代を稼ぎたくて、こっちでできる。お隣ですか？渡辺さん、脇田真希さん、刺身屋、刺身屋さん、はい、この皆さん、リーチャー聞いてみて、もしかしたら、もしかしたら。こんにちは。はい、あ、すいません、あの今お隣の桃の花さんのところに行ってきて、はい、自分たち今日本一周をしていて、
現地でできるバイトを探しているんですけど、もしかしたらこっちの宮さんだったら、もしかしたらっていう話だったので、ちょっと待ってください。あ、はいはいはい、こんにちは。あ、こんにちは。 YouTube、 あ、YouTuber、 はい、番号だけ聞いておきますかね。あ、いいですか。すぐ連絡するんで。はい、これ船をやってるんだけど。船、うん、船カツオの一本釣りじゃないけど、もう夜出て次の日の夕方ぐらいに帰ってくるぐらいの。他も行けます。行けます。行けます。もうこれだけあった方がいい。間違いない。あ、めっちゃ面白い。そしたらまたすぐ連絡するんで。はい。船するんですか。船に乗りながらする。船に乗りながら。船酔いってします。船酔いは結構、うん、弱ければ、うん、なので酔い止めも効かないから。明日は大丈夫じゃないと。あ、そうなんですね。なんでめっちゃやりたい。めっちゃやりたいです。そしたら次回経験でもいいし、はい、そしたらすぐ連絡します。はい、はい、はい、すいません、お願いします。すいません、お願いします。船でカツオ釣るバイトみたいなんですけど、俺半年前ぐらいに船釣り初めて行ったので、あ、言ってたね。で5時間ぐらい船乗ってて4時間半ゲロ入ってたの。本当ですか。どうせあげないでしょ。いや、全部あげます。俺らマジであげます。わかりました。明日の3時、明日の3時またこちら。すいません。どこで野宿してるの。あれです、長浜港公園。で、昼間にはめっちゃ小学生来て、一緒にサッカーといた。あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こっちのあの一本釣りのハードだよ。そうなんですか。大変なんですか。やばいっす。バイト紹介したしてもらっただけじゃなくて、頑張ってるからっていうことで、こんなに揚げ物とめちゃくちゃ大盛りのご飯。ちょっとパーティー行こう。屋根戻って。やばくないっすか。早速明日3時決まったんでね。3時から次の夕方だから大体27時間ぐらいか。そうだね。ってことで、はい、いよいよ明日、はい、船のカジキマグロ釣り、はい、27時間の船、絶対にカツ取ってください。いいですね。